水の流れの中に自分の顔が現れた時のような、くっきりではなくとも自分の顔だと確信していた。見るということと見えるということが変わりつつあるからこそ、見るということに単純なフィルターで人の視点の内と外を表現したい。コロナが始まって、それでその要は実物を見ないでこうスマホとか、まあ、いろんなこうデジタルなツールでものを見る、その見るっていうことがちょっと変わってきた時代だと思ってて、それをすごいこうこの3年ぐらい逆に意識しようと思って、見てもらうっていうことを大切にしてきたんですよ。風景をこうファーって見るっていうことってここじゃやっぱできないと思ってて、こういう見方、もう何かを眺めてみるっていうことを意識した作品になればいいかなと思って、まあそのまま、まあアルファベットで眺めるっていうことにしたんですけど、その、 あのキューブっていうものが僕の中では額と見立てられてて、そこの額をもう作品にしちゃえばいいなっていう考えで、だからキューブっていうくくりがなかったら僕がイメージした作品作りっていうのはとてつもない労力というか多分表現できなかったと思ってますね。清流の国岐阜なんで、清流からなんか来てその水の流れを表現できたらなっていうところで、要は自然素材を使いたいなとか、そういう方に行きました。で、僕の作品、もともとの焼き物の作品作りもやっぱ自然に感謝するっていうところがめちゃめちゃあって、そこを僕なりの表現をしているのがずっとあったので、そういう素材をまあチョイスした感じですね。普段と違う僕みたいなその焼き物だったりっていうアーティストがこういうことに関わることによって、なんかそのジャンルレスじゃないですけど、なんかこう作り手たちの界隈がなんかもっとパブリックになればいいかなと思ってます。多分ですね、作品ないじゃんっていう状態になると思うんですよ。まあ、それもリアルだと思ってて、だからそこら辺のなんかこの心のズレというか、そこら辺を楽しんでもらえたらな、理解できなくてもなんか感じ取ってもらいたいなとはすごい思ってますね。